ボラ海島のビーチボラ海島は、フィリピン中部の渋谷海に浮かぶ島。フィリピン有数の観光地、リゾート地となっている。首都マニラからは南へ200キロメートル、ビサヤ諸島の西端にある、大きな島、パナイ島の最北端から2キロメートル沖にある。骨か鉄アレイのような形をした、長細い小島で、面積は12 0 0ヘクタール。 塔の長さは7 5トル、幅は最も狭い場所で2トルしかない。行政区分は西ビサヤ地方のアクラン州マライに属する。島を構成する集落はヤパック、バラバグ、マノックマノックの3つ。中心は観光地ホワイトビーチに沿ったバラバグにある。2012年にはアメリカの旅行雑誌トラベルレイジャーによって世界最高の島と評価された。 ボラカイ島を世界に有名にした島の代表的なビーチは全長4キロメートルの白車の浜辺ホワイトビーチである。ボラカイ島の西側にあり、桟橋があり、島の95%の住宅や商業施設が集中している。その他にもボラカイには小さいながらも美しいビーチが数多くある。ホワイトビーチから時計回りにディニウィド、バリンハイ、プンタブンがプカシェル、イリグイリガン。 ブラボグ、トゥルハバン、タムビサーン、マノックマノック、カグバンとなる。1990年頃までは、ボラカイ島はいくつかの集落に、地元民が住むだけの一種の秘境で、バックパッカーら旅行客は自分用の飲み水を持ち込み、美しいビーチにキャンプを張り、夜の明かりは、キャンプファイヤーだけという状況だった。1990年。 BMW のトロピカルビーチハンドブックの投票で世界最高のビーチの一つという結果になり、イギリスのテレビなども世界の熱帯のビーチのナンバーワンだと激賞した。その後ボラ海島には電気と水道がパナイ本島からつながり、国際的な観光地へと発展していった。20以上のダイビングスポットと数多くのバー、レストラン、タトゥーや、 ヘナタトゥーを入れるパーラーなどの商業施設のほか、銀行、病院、消防署、警察署などの公共機関も揃っている。ボラカイ島の観光客に対しては、B1 の白車をボトルに入れて持ち帰らないよう注意、されている。これは、海洋生物学や海洋の研究により、こういった行為が繰り返されると4万年かけて、作られた白車が枯渇する恐れがあるという結果がある。 ためである。観光地として有名になるにつれ、ボラカイ島は水の過剰使用、土地の用途規制、人口の増大、汚水、廃棄物といった環境問題に悩まされている。政府もこれらの問題に取り組み始めている。しかし2018年、フィリピンのドゥテルテ政権は、ボラカイ島周辺の海の汚染状況があまりにも深刻だとして、4月26日から、 半年間の島全体の閉鎖を決定した。ボラカイ島に集まる観光客。会場には、パナイ島との間を結ぶンカと呼ばれるカヌが多数、浮かぶボラカイ島の地図。下の端に、パナイ本島があるボラカイ島には、空港がないため、どの交通機関を使うにしても、まずは南に隣接する、パナイ島の北端にあるカティクランの町まで行かなければならない。 カティクライ港からボラカイ島のビーチまでは、バンカーと呼ばれるパンプボートで、所要15分。ボラカイ島のホワイトビーチ下水の海への流入により、ソウル類ブルームが発生し、ボラカイ島の浜辺に打ち寄せている。島の閉鎖期間中、浜辺の清掃などが行われたが、島周辺の観光業者には、経済的な打撃となった島内では、公共交通は、エンジン付きのペディキャブとなる。 平地では一人一回七ペソほどである。島内観光用には、運転手付き、トライシクルを借り切って回るのがよく、トライシクル協会のオフィスに行くかトライシクルの運転手と直接価格交渉をすることになる。これで砂浜巡りや買い物のほか、島とパナイ島、ロンベロン諸島など、渋谷海を一望する、ロホサインや、小乳堂などが名所である。他には、レンタサイクルや、 レンタバイクもあるが、ホワイトビーチ沿いの道や各ビーチへの道をバイクで走ることは地元の条例で禁止されている。島の周りの海を一周するには、パラウという両サイドにアウトリガーのついた胴体の狭い小舟がある。乗客はアウトリガーと胴体の間の腕木の上に張り渡された床の上に座ることもある。風を受けると極めて速いが、かなり扱いにくい船であり、 操縦が複雑である。濡れるのが嫌でなければ、パラウでの島一周は、いい体験になる。また、毎年パラウの速さを競う大会も開催されている。観光で活況を浴びている一方、観光災害も起きている。ホテルや飲食店からの未処理の月水の海への流入が、深刻な問題と化したため、フィリピン政府は、 観光客の入域を2018年4月26日から6ヶ月禁止すると発表し、違反業者には是正勧告を行っている。ありがとうございます。